イオン九州、イオン、九州株式会社、イオン九州は、沖縄県を除く九州、山口地方に、総合小売店舗のイオンイオンスーパーセンター、ホームワイドワイドマートイオンバイクを展開する、イオグループの企業である。本社は、福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目。大英の長楽や熊本の地場大手スーパー2社、久し屋や,や、ニコニコ堂の破綻、さらには、 ンモール等の4グループのショッピングセンターの大量出店で大きく伸長した。対抗して大型ショッピングモール夢タウンの出店を続ける広島を地盤とする泉グループと激しい主争いを九州で繰り広げていて競争が激しい環境にある。2007年、平成19年にはマイカルグループ再建の過程でマイカルから独立し、以後特に イオングループとの連携を強めていた株式会社マイカル九州と合併した。なお、2011年、平成23年3月1日に、ジャスコ及びサティブランドはイオンに変更された。2000年代初頭の計画では、本州の地域市会社同様2010年頃までに、琉球ジャスコ、当時含めイオン本体への統合も模索した時期があったが、 地域密着の方針に完全に転換したこともあり、現在はイオンリテールなどへの企業統合は予定されていない。また、大英再建にあたり、九州内にある大英ブランドの店舗、吉塚店を除くの受け皿となることが予定されており、2015年9月に大英から運営を引き継ぐ予定だったが、同年6月に、 イオン株式会社の完全子会社として設立したイオンストア九州へ継承され、事業受託により、同社店舗の運営を担当する形態へ変更。グルメ式の名を冠する店舗及び大栄洋静塚店、福岡市博多区、パピヨンプラザ内については、マックスバリュー九州が継承した。山口県は、ホームワイドのみ、イオン九州が運営しており、イオンは、イオンリテールが運営している。 出店店舗の詳細情報は公式サイト内の店舗検索を参照。イオングループが展開している GMS 店舗。一部の店舗はイオンリテールと統一名称のイオンショッピングセンターやイオンモール、福岡井と菓子浜、佐賀山と鹿児島は当社運営。先以外のイオンモールはイオンモール社の運営等の敷地内にある。なお、ひなた店、あいら店は イオンタウン内に出店する。また、当社が運営する店舗は、旧、先店舗8店舗、うち、戸端店は、改装に伴い、他の店舗に先駆けて2010年4月に、イオンにブランド変更済み、旧、ジャスコ店舗35店舗、ブランド統合後、2011年3月以降に、新規で開業した、店舗5店舗、大牟田店、福津店、佐世保白竹店、小郡店、 タタラ店、イオンストア九州から、自宅運営している旧、大英店舗23店舗、旧、イオンスーパーセンター店舗1店舗、佐賀店に分類される。イオングループが展開するサック店舗。当社は、福岡県内の3店舗を運営している。株式会社ホームワイド、旧、横一万ホームセンターの営業していた、ホームセンターを、イオン九州が営業を引き継いだもの。 また、イオン九州がオープンしたホームセンターも同ブランドで展開されている。また、2000年代後半以降ではこれまでのホームアイドの品揃えを見直したディスカウントストアに近い業態も誕生しており、2010年6月にはホームセンターの機能に加工食品、種類、医療品一般用医薬品、第一類医薬品を除くまで幅広く揃えたスーパーワイドマート、 2011年7月には、スーパーワイドマートよりも、規模を小さくし、生活必需品中心の品揃えとした、ワイドマートドラッグフードが登場している。なお、合併後に開店した店舗だけでなく、田主丸店のように合併前から営業している、店舗についても、順次、イオンロゴが表記されるようになっている。イオン九州が運営する。 GMS 店舗及びホームワイドで培ってきた自転車販売や修理等のサービスをより地域に密着しながらさらに広くお客様に提供するために2010年に立ち上げた自転車専門店。1号店の石丸店は単独店舗として全国初のケースとなる。その後、石丸店は2016年11月20日に閉店している。 もともとイオンサイクルショップとして事業展開を始めたが、全国ブランドでもあるイオンバイクを併用するようになり、イオンサイクルショップとして開業した店舗も順次イオンバイエア号を変更したことで、イオン九州が運営する店舗すべてがイオンバイクに統一した。2016年11月現在、単独店舗として営業している店舗は14店舗、福岡11、 熊本に宮崎市で、このうち、新大江店、熊本県熊本市中央区は、自転車修理を専門とする特殊業態の店舗である。また、自転車売り場を設けているイオンの一部は、イオンバイクとしている店舗がある。イオンリテールやマックスバリュー地域会社で開催されている、火曜市は、以前マックスバリュー九州では実施していなかった、代替として、木曜市を実施するため、 イオン九州では、スーパー歌謡誌として、専用の CM を制作し、沖縄県を除く九州地区全域で放映されて、いたが、2012年11月20日にマックスバリュー、九州でも、歌謡誌がスタートしたことで、イオンリテールと共通のテレビ CM が放映されていた。その後、新たに、イオン、九州専用の、歌謡誌のテレビ CM が制作され、 2014年6月30日より放映を開始した火曜市のテレビ CM がイオン九州専用版戻るのは約1年7ヶ月ぶり。2010年平成22年3月まではイオン、カシハマショッピングセンター、現イオンモール、カシハマで撮影された CM が放映されていたが、同年4月から CM がリニューアルされ、お客様感謝デーやお客様ワクワクデーなど、 他のイベントとの同時開催時における兵器ができるようになりハイビジョン化された。また、2011年3月のブランド統合により一部箇所を変更した改訂版ジャスコとサティノをイオンのに変更となった。ブランド変更当初、同月上旬頃は CM 冒頭にハッピーニューイオンが挿入されていた。同年11月14日から新バージョンのテレビ CM が マックスバリュー九州の火曜市がスタートするまで約一年わたって放映されていた。2014年平成26年6月30日からはイオン九州の運営エリアホームアイドのみの展開である山口県を除くの県別に7パターンのテレビ CM が制作され、県によりテレビ CM が見られるパターンが異なっていた。 同年9月15日から2016年平成28年8月までは特売の内容を知らせるものとなっていた。同年9月5日以降は他のイオンのテレビ CM 同様に冒頭にイオンロゴを挿入した新バージョンとなった。使用している BGM はスーパー歌謡史時代からイオン系スーパー共通 CM 化まではイオン吸収独自の CM ソング。 歌入り2015年現在も、店内で流れているが、イオン系スーパー共通 CM 採用機の見本集など、他のイオン系スーパーと同じ CM ソング、一週間の替え歌を使用していた。共通化 CM 終了後の2014年以降は、スーパー歌謡師時代と同じ音、九州時の CM ソング、歌なしのインスト版を使用している。なお、歌謡師以外で、 イオン九州独自のテレビ CM があるのは公実する福岡ソフトバンクホークス関連のセール。この場合は、マックスバリュー九州との共同開催や、九州大感謝祭といった、イオン九独自開催のセール告知に限られ、それ以外は、イオングループ共通のテレビ CM が放映されている。そのため、公実する旧大英店舗移管に伴う特例が発生するまで、 イオン九州独自でタレントを起用したテレビ CM が打てない事情があった。ただし、過去に放映された、イオンネットスーパーのテレビ CM に関しては、沖縄を除く九州地区において、イオン九州独自のテレビ CM に差し替えた例がある。2015年8月まで、及び、同年11月から2016年8月までは、火曜市のテレビ CM の最後に、イオンネットスーパーも合わせて告知していた。 2005年、平成17年により、当社では本州などの4系列の店舗とは違い、プロ野球で福岡ソフトバンクホークスを応援しているため、ソフトバンク以外の他球団が優勝しても、優勝セールは行わない。2005年、平成17年から2009年、平成21年及び2013年、平成25年、2016年、平成28年は、 ソフトバンクのリーグ優勝がないために、クライマックスシリーズ、プレイオフあるいはレギュラーシーズン終了後に、ホークスありがとう、セールと題して、一定期間商品を値下げするセールを行っていた。同様の企画は、九州地区のマックスバリューや、ザビック、マックスバリュー九州が運営ビブレ、オーパが運営などでも行われている。また、2015年、平成27年3月27日より、 マックスバリュー、九州やダイエーと共同で、福岡ソフトバンクホークス、ワオンカードの発行を開始している。2010年、平成22年は福岡ソフトバンクホークスが7年ぶりとなるリーグ優勝を果たしたため、福岡県内の18店舗及びジャスコ参考店、大分県、現、イオン参考店、ジャスコ唐津店、佐賀県、現、イオン唐津店で、 優勝おめでとうセールを開催した。また、クライマックスシリーズ全日程終了後に、ホークス応援感謝セールを開催したが、全日程終了日の翌日が、お客様感謝デーと重なってしまったため、同年10月22日から3日間行われた。2011年、平成23年は2年連続でリーグ優勝を果たしたため、昨年に引き続き、優勝おめでとうセールを開催。 昨年のリーグ優勝セールよりも対象店舗を拡大し、当社が運営する4ンスーパーセンター全店舗49店舗で10月2日3日の2日間開催された。また、ここ6年間クライマックスシリーズ終了後に行われてきたホークス応援感謝セルはクライマックスシリーズを制覇したために見送られ、さらに日本シリーズで日本一を達成したため、 日本一おめでとうセールを第7戦の翌日となる11月21日から3日間開催した。当社が運営する全業態の店舗が対象だが、店舗業態によりセールの企画内容が異なる。2012年、平成24年はリーグ優勝を逃したものの、クライマックスシリーズへの進出を果たしたため、熱烈応援セールを10月13日から3日間開催した。また、 パリーグのクライマックスシリーズの全日程終了後に感動ありがとうセールを10月20日と21日の2日間開催した。2014年、平成26年は3年ぶりにリーグ優勝を果たしたため熱烈応援セールを10月3日から3日間開催。その後、3年ぶりにクライマックスシリーズを制覇したため熱烈応援感謝セールを10月21日から3日間。 開催。そして、日本シリーズで3年ぶりに日本一を達成したため、10月31日から、感動ありがとうセールを開催。期間中に3連休と重なることから、当初予定から1日拡大し、4日間開催となった。なお、セール開催前には告知用のテレビ CM も放映された、マックスバリュー九州及び同社市会社のクリエイトと共同実のため、 最後に表示されているテンポロゴには、当社運営の店舗ブランドに加えて、マックスバリュー、ザ・ビッグ、クリエイトも表示される。2015年、平成27年は2011年以来となる2年連続でリーグ優勝を果たしたため、祝。連覇。イオンの厚売り。福岡ソフトバンクホークス優勝セールを9月18日から3日間、開催。イオン九州が運営する。 全店舗で開催されたが、業態により、セール内容が異なるほか、チラシについても、イオン、既存店舗向け、と、旧、大英店舗向け、及び、ホームアイド系、で異なるチラシを使用している。さらに、2年連続で、クライマックスシリーズを制覇したため、同年10月17日から3日間、イオンの熱売り、福岡ソフトバンクホークス感動ありがとうセール、開催した。 リーグ優勝時同様、イオンイオンスーパーセンター、イオン、九州運営店舗のみ、ワイドマートドラッグフード、イオンバイク、イオン、九州運営店舗のみ、ホームワイドで、セール内容が異なる。そして、日本シリーズでも勝利して、日本一の二連覇も達成。同年10月30日から3日間、福岡ソフトバンクホークス感動ありがとうセールの開催が決定した。 リーグ優勝時や CS 優勝時と同様、業態や店舗によっては、割引やサービス内容、チラシの種類が異なっている。2017年、平成29年は2年ぶりにリーグ優勝を果たしたため、ワンダホー、セールを9月17日から開催。なお、当初は9月19日までの3日間が予定されて、いたが、初日が、 平成29年台風第18号の接近と重なったため1日延長となり9月20日までの4日間開催となったその後2年ぶりにクライマックスシリーズを制覇したため同年10月23日から3日間2度目のワンダホーセールが開催され日本シリーズでも勝利して2年ぶりの日本一も達成したため同年11月5日から3日間3度目の ワンダホー、セールが開催された。なお、日程中にお客様感謝デーと重なる場合、2010年は1日、順延して開催したが、2012年以降は、同時開催となっており、優勝セール時の割引とお客様感謝デーの割引は、両方適用される。12年は、感動ありがとうセール初日の10月20日の1回、2015年は、祝。連覇。 イオンの熱売り。福岡ソフトバンクホークス優勝セール最終日の9月20日と、福岡ソフトバンクホークス感動ありが、う、セール初日の10月30日の2回、2017年は、目指すは頂点。ワンダホー。セール最終日の9月20日の1回の、計4回同時開催されている。買い物袋持参運動の一環として、イオン、九州運営店舗では2008年、 平成20年10月31日をもって、レジ袋自体社に配布していた、イオングループの買い物袋、スタンプカードの発行と応印を終了し、11月1日より、大体として1回の生産ごとにその場で2円引きを実施していた。なお、20個溜まった、スタンプカード、または途中までしか応印されていない。スタンプカードは、3枚、スタンプ60個分で、マイバッグ形態用。 5枚、スタンプ100個分で、マイバックレジカゴ用と交換できる、マイバックに関しては、有効期限はなく、当分の間交換できる。その他、途中までしか応印されていない、スタンプカードの場合、九州地区以外の4グループ、スタンプカード取扱店舗で引き続き、利用可能である、沖縄県を含む九州地区の4グループ店舗では、全店で、スタンプカードの取扱いを終了している。 その後、一部の店舗では、レジ袋無料配布中止に伴って2円引きサービスを終了しており、2013年11月1日から、イオンでのレジ袋無料配布中止店舗を、グループ内全店舗に拡大したことに伴い、継続実施していた店舗も2円引きのサービスは、同年10月31日をもって終了した。なお、2015年9月より、旧大英店舗のみ、 レジ袋自体で2円引き制度を復活させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。